皆さんこんにちは。 AKB48 の元メンバーで現在はタレントとして活躍をされている大和田奈々さん。テレビドラマや映画など様々な分野で活動していますが、今回はそんな大和田奈々さんの学生時代をご紹介します。大和田奈々さんのプロフィール。本名大和田奈々、生年月日1999年9月15日、出身地千葉県印西市、身長159センチ、血液型 A 型、所属事務所エイジアプロモーション。小学生時代、大和田さんの出身小学校は地元印西市内の公立校と思われますが、公開されていないため詳しくは分かっていません。子供の頃は外で遊ぶことが大好きで、木登りや虫取りをして遊んでいて、運動神経も良く、スポーツは全般的に得意だそうです。ちなみに学校での得意科目は体育と音楽でした。大和田さんの小学生の時の夢はモデルになることで、この頃から芸能界には興味があったそうです。中学生時代、大和田さんの出身中学校は地元印西市内の公立校、印西市立印波中学校です。大和田さんは中学1年生だった2013年1月に AKB48 の15期オーディションに合格しており、応募をした理由については、もともと AKB48 が好きだったのでダメ元で応募したとインタビューで明かしています。特に元メンバーの渡辺真由さんが好きで憧れていました。翌年には研究生からチーム B に昇格をしており、ラブラドールレトリバーで初の選抜入りを果たしました。このことについては、シングルで初めて36人の選抜メンバーになり、憧れのステージに立てたことが一番嬉しかったですと話しています。また同じ年にはテレビ東京系のテレビドラマセーラーゾンビで川栄李奈さん、高橋ジュリさんと共に連続ドラマ初主演を果たしています。そんな大和田さんですが、グループ入りをする前は実は歌手を志していたそうですが、歌が上手な人は他にもたくさんいることから諦めたことを明かしています。また中学生の時は男子からはモテないばかりか苦手だったということで、インタビューでは、私中学生時代が一番男性が嫌いで、めっちゃガキだし話が通じないなって思っちゃってたんですよ、とにかくうるさくてと明かしています。高校生時代、印波中学校を卒業した大和田さんですが、進学した学校は芸能人が多く通う日の出高校です。ただし全日制の芸能コースではなく通信制課程に在籍しており、大和田さんは中学時代に AKB48 にグループ入りをしていたことから、より幅広く芸能活動を行うためにこの高校の通信制課程に進んでいます。しかし高校1年生の2016年3月には選抜メンバーから落とされており、発表の日に握手会があったため自身も悔しかったとのことですが、泣いているファンを見るのがさらに辛かったと話していた大和田さん。中学時代は男子の子供っぽいところが苦手でしたが、高校に入学後は、男の人ってこんなにちゃんと喋れるんだと感動したとのことです。その後高校2年生の2017年3月に AKB48 を卒業しています。卒業を決めた理由は女優業に専念したいとのことで、インタビューでは、メンバーだけのミュージカルとかマジスカ学園っていう AKB のドラマがあったり、そういうのに出演させていただいてお芝居が楽しいなと思って、アイドルの仕事よりお芝居をメインにしてみたいなと思ったのがきっかけで卒業を意識するようになりましたと話しています。グループを卒業後は舞台ピンスポの主演を務めていましたが、それ以外は自宅でのんびり過ごしており、芸能界を続けたい気持ちはありましたが、具体的な計画などはなかったそうです。
そんな中、知り合いの人からの紹介で、2017年8月から芸能事務所のエイジアプロモーションに所属をしています。そして、2018年1月には、アベマ TV の恋愛リアリティ番組、真冬の狼くんには騙されないに、レギュラー出演しています。この時のインタビューで、高校卒業後の進路について、しないかなと思います。と話していた通り、大学などには進学をしていません。大和田さんは自身の高校時代を、長いようで短くて、高校生活3年間あっという間だった。中学生の時から加入して約5年間の学業との両立。私だけじゃなく、周りのたくさんの方に支えられて助けられて、無事卒業することができました。と振り返っています。2019年7月4日には、自身初となるファースト写真集リスタートを9月15日に発売することを発表し、ロケ地はハワイだったこの写真集は話題となり、2代目磯山さやかと言われました。7月21日は、大和田奈々 YouTube 公式チャンネルを開設し、配信を開始。翌年の2020年4月18日には、ランキングサイトランキングの AKB48 グループ卒業後の活躍がすごいメンバーランキング20人で16位に入るなど存在感がある活動をしています。2021年10月には11月30日にセカンド写真集プライベートの発売を発表し、発売に伴って公式 Twitter も開設。2022年にはプライベート発売記念インターネットサイン会を行ったり、9月15日の23歳の誕生日には大和田さん自身初となるカレンダーブック「ブチウサラブイット」を発売しています。さらにファンクラブ7もこの時に開設しています。 AKB48 時代はスーパールーキーと言われ、峯岸みなみさんからはシリアスな表情に存在感がある大物が来たと高く評価されるなど、大きな期待を背負っていた大和田さんですが、自身のお芝居をやりたいという思いから、これからという時に卒業しています。卒業後はテレビドラマ、ウェブドラマ、バラエティ、映画、舞台、ラジオとマルチに活動をしており、これからの活躍に注目したい女性タレントの一人ですね。